はい、ポケモンレッツゴーピカチュウやっていきたいと思います。ピカチュウの風がね変わっております。図鑑をね50匹にするにあたって、ここに来たらこの人がねなんかくれたのよ、服を。そう、助手の人がねなんかあげるものないかなってなって、なのでちょっと白すぎるなと思うんだけどね、これでいこうと思います。でですね、手持ち的になんか技とか使ったかな。一応ポケ戦行ってから行こうか。そうだね、いや大変でしたよ。50にするのにさ、全然こういなくて、いろいろ行ったね。なんか時矢の森まで戻ったもんね私。で、何タイプだっけ。とりあえずピカチュウでいけるでしょうというポップな感じでね。あら、更新データ。はい。待って、これさ、今気づいたけど、お前って何？感じ悪い。ね。いや、ギリギリだよ、50。うん、あ、そういうこと？じゃあいいや、お前って言われても。ね。これがただのさ、オース未来のチャンピオンおじさんだったら許さなかったよ、私。拙者の変幻の術に驚いたか。勝負においても変幻自在の技でお主を驚かせようぞ。いつ見てもすごい術だな。俺そっくりだったろ？そうね。ヒントちょうだい、ヒント。それはいいのよ。え、この人使えないね。なんでキイチはもう勝ってんだよっていうね。ダメだ、教えてくんない。あ、結構見えることない？見えない壁って言いながら。ねえ。よいしょ。なんで飴持ってんの？ねえ、なんで飴持ってんのかしら、この人。俊平。毒か、やっぱり。毒っぽいね。待って、レベル高くない？かわいい。最悪、初っ端から最悪じゃない。いいですよ。はい、でも結構きつい気がする、こういう人たちがいっぱいいると思うとね。あ、おめでとう。待って、49、やばやば。あ、おめでとう。これはおめでとうだよ。直して直んないか、二通りいいの。もう一回そのままでね。毒ポケモンの弱点って何なんだ、これ。10万ボルト。ちょっと今ね見たの、なんかあれっぽいですね、毒にはエスパーっぽいですね。ってなったら、なったらよ。まあ、サイコキネシスだよね。サイコキネシスを覚えさせましょう。それがいい気がするわ。で、でも、うちで使える子はね、残念ながらバタフリーさんしかいないので、
ワタフリーさんにちょっとサイコキネシスを覚えてもらって、ね、カリゴン覚えれるけど、カリゴンが覚えたところで意味がないじゃない？だから、シャドーボいらないわ。シャドーボやめて、サイコキネシスで行きましょう。なんで、ちょっとピカチュウとバタフリー、待って、前回もそうじゃなかった？この二人に頑張っていただきましょう。よいしょ。ただ強いだけではダメだ。わかるかわかりません。まあまあまあ。違うよ。ポケモンに大事なのは、推しのポケモンをどれだけ、愛せるかだと私は思うわよ。ベトベトは協力よ。うわうぜえくそもったいないでしょ。 PP が本当にドーン。それで半分か。急所に当てて半分なの。うわムーンフォースなんか似合わないわね。随分可愛い技打つじゃない。よし、ちょっとバタフリーに変えようかな。スピア、え、スピアスピアならいいよこのままで。スピアね、最初は使ってたんだけどね。ねえ、この人さ、テクニックっていうよりはちょっと嫌な感じだよね。なんか、ご本人はテクニックってこれ言ってらっしゃるけど、許せない。何回守るんだよ。よし。スピアはね、防御力低いから。よし。もっとお金ちょうだい。守った分お金ちょうだい。こうで、今ちょっとこんにちは。この人何？マジシャンだった俺は忍者に憧れてこの石竹ジムに入った。へえ、忍者に憧れたの。あ、でもイケメン、ジョージイケメン、イケメンにはちょっと優しくしちゃうのよね私。これは大丈夫よ、よし。ゴーストには負ける気がしないね。やっぱちょっと彼可愛くない？え、今までのトレーナーの中で私ちょっと結構好きな方かもしれない。俺のポケモン、怪しの技、怪しの技って何？怪しいってこと？トニー、トニー3体持ってる。まあいいわよ、せっかくの。いや前回さ、ジムちょっとカットしまくっちゃったから、てか早送りだったかな、しちゃったから、今回はもう普通にやっていきますよ。冬打ち、もうさ、そろそろここが終わったらさ、そろそろ行けないかな双子島ね。行きたいよね早く。まあ、この動画がさ、上がってる時がいつかわからないんだけど、結構まあ、ため撮りをしているからね、わかんないんだけど、本日撮ってる日が23日、明日はクリスマスイブなんですよ。クリスマスには欲しいよね、ルージュラ。だってクリスマスっぽくない？ルージュラって確かアニメでそういう話あったよね。なんかクリスマスみたいな。ちょっとね、それに合わせて私もゲットしていきたいんだけど。ね、この人ゴーストしか持ってない。どういうこと？トニー、どうせ不意打ちでしょ？デジャブデジャブ、大丈夫？もう10万使うのやめよう。なくなっちゃうわ。
ザブザブしよう、ザブザブ。これかわいい。あんま強くないわね、でもね。当たらなかった。頑張ってピカチュウ。ザブザブ。よし。お前も技使え、技そんなまあ使っ、うん。ちょっと回復しましょう。死んじゃう死んじゃう。あと何人、ここ多くない、なんかそのトレーナーの方。あと気づいた。あのさ、ガラガラ意外と使えない？これ。ここで。まだ何を持ってんの？そういえば。怒り、鬼火、骨ブーメラン、ダメだよ。いや、まあ、鬼火持ってんのは強いと思うよ。冷静に。うん。で、どっち？あと二人ぐらいかな。この俺も忍者、今日のも、忍者のさ、門下生にしては服がね、っていう感じね。みんな忍びの格好しないよ。うわ、後期だって。後期ってあれなんですよ。私の愛、まあそういう、うんっていう。ちょっと、どうしようかな。10万で落とせる気がするんだけどさ、もう8なんだよね。よし。わあ、偉いよ。木の実あげちゃう、うん。まあ、いいね。またフリーのレベルは、今こそ上がっておくべき。ああ、ボックか。ここぞとばかりちょっとバタフリー出して、ちょっと経験値あげよう。うん、多分やれるはずよ。サイコキネシスでいけるでしょう。レベルは同じか。いや、向こうの方が早い。バタフリーってなんか想像よりちょっと遅いよね、スピードがね。うわ、地域で落とせないの？それはマイナスだよ。スピア同様さ、ちょっと防御がなさすぎるから。はい。OK。また僕なんだ。これもう無理だ。死んじゃう。確かに地面タイプもいけたんじゃないかな。いろんな子出していこう、うん、あ、私こっちの姿の方が好きかも。あの普通のガラガラよりなんかおしゃれ。ほら、おしゃれじゃない？なんかね、棒がね、燃えてるのがいいわよ。棒ってか骨。うん。あー。あーとか言って。多分毒づいてくるから、ほら。すぐ毒づくのよ、あの人。でも効果今一つはいいね。おい。そっか、交換した子だから多めにもらえるんだ。そうだそうだ。ちょっと待ってよ。とりあえず麻痺を回復しましょう。麻痺麻痺麻痺も買っとけばよかったね。こんなにね、睨まれるとは思わなかったもん。で、いい傷薬、もったいな。よいしょ。じゃあ行きますよ。
多分あとあのエリートトレーナーぐらいでしょう。ついちゃったエリートトレーナーさん戦えないんだが。いたいた。はい。今日は何百年も続く忍者の家系の子孫よ。あなたは何の子孫なの？私、なんか前世とかさ、あんま知らないんだけど。不思議そう。うわぁ、不思議そうか。あ、でもね、飛べばいいんだ、飛べば。うん、はい、飛ぼう。いいね。うん。またドガス。バタフリに経験値あげるか。うん。頑張ってね、その代わり。眠り粉使うのありだよね。当たればだけど。当たるよね。たらたる。うわ。うわ。最悪。本当に。オッケー。ナイスナイス。で、寝てらっしゃる間に最後キネシス連発しよう。それでいいでしょ。あの、ちっちゃい方の顔寝てるか、やつ可愛くない？いい感じよ。うん。うわ、いいね。はぁ！早くないですか？目覚ますの早くない？最低。うん。だいたいさ、虫を燃やすなんて良くないわよ。言い方よね、でもね。出たとき骨をくるくる回すのかわいすぎ。あ、向こうのが早い。はっ、なんかさ、ちょっとガチじゃない？こいつら。こいつらってか皆さん。なんかあの、技がさ、バリエーション多すぎ。こんな多かった？だいたいヘドロ爆弾撃ってるイメージしかなかったよ、昔。おめでとう。なんか強い技覚えない？覚えない、はい。強かったわね、マイカね。これ、冷静になるとさ、あれだよね。バタフリーで、ジムリーダー倒そうとしてるのは無謀だよね。バタフリーで荷が重いわ。ってことは、ガラガラとピカチュウで頑張るっていう感じかな。そうなるね。しょうがないね、うん、よし、行くよ。あれ、こんにちは。何ファファファって、うざクワッパごときが拙者に戦い挑むとは片腹痛いでござる。相手に手出しもできぬまま食らった毒で自滅させる。忍びの技の極意を受けてみよう。あら、負けないわよかっこいい、あのポーズ。4体か。いきなりまたどうがすか。絶対毒毒してくるから、絶対ね。一撃で落としたいな。無理だよね。うーわ、まだ毒毒の方がマシ。もういいよ、気にしない、どんどん撃つよ。あー、半分。うわ、ほらね、絶対毒毒すると思った。ピカチュウ直すんだよ、自力で頑張れ。ダメか。しゃあないでしょう。よし。とりあえず一体よ。
ついにレベル50よ。よし。おめでとう。レベル10はでかいね、差がね。あ、偉い！偉すぎる。ベトベトン。ベトベトンか。ベトベトンならなんか、いけそうな気がしない？ガラガラとかでも。あと3体だから、ガラガラと、バタフリーとピカチュウで行くって感じにしよう。レベル40高っ。レベル高いね、あんた。鬼火入れたいな。鬼火。もう一回鬼火。当たらなかった。もういい、もう分かった。骨ブーメランしよう。危ない、もうダメよ。くっそ。あのね、ほんと長引くのよ、戦いがね。いいのよ、別にいいんだけど、長引くのよ、ほんとに。終わったわ。だって、この子は絶対自力で治せないから、懐いてないしね。あ、でも、いいダメージ、いいダメージ。思ったよりいいよ。さっさと倒しちゃおう。ちょっと怒りだよね、もはやね。いや、まあそういう戦い方なんだろうけどね。毒にしてこうね、にしたってだよね。性格悪いわよ、ほんと。急所行こう、急所、急所。おい、オッケーオッケー。よし。で、死んじゃうから戻します。ゴルバット、ラッキー。これピカチュウでいける。はい。余裕よ、これは。ただまた守るとか言いそうだから。え、ゴルバットって守る覚えるの？そんな印象ないんだけど。ほら、やっぱ使ってきた。守らないと気が済まないのね。いいわよ。はい。え、ラストなんだろう。モルフィンとかじゃなかったっけ？記憶は確かなら。違うかな。あ、やっぱも、あ、モルフォンだったわ。モルフォンはね、虫だから、このままいけるんじゃないかな。モルフィンって誰だよ、楽しいよね。モルフォンはね、目が怖いの。なんかでかくない？すごく怖い。もうちょい。うわ、強っ。さざめくの強すぎん？オッケー。まあ、でも正直、この前に戦ったジムの方が強かった気がする。かっこいいけどね、こっちの方がね。そら、このピン、そう、ピンクバッジっていうのが可愛くない？このビジュアルからの。好き。70までね。毒々でしょ。ほら。好きだもんね。400年昔より若いんですよ。え？なんか嫌じゃない？ 400 年前から毒々使ってんでしょ？よし。ピカチュウ！いや、頑張ってピカチュウ。ちょっとあの木の実あげるわ。木
のみ、木のみ。よいしょ。いい木のみないんだよね。これなんだろう。これあげようか。はい。これもあげるよ。はい。今のでバナナだよね、でもね。えらいよ。よし。やっぱね、飴とムチだよね。現代になお生き残る忍者の怖さを見たな。そう、私怖くはなかったわよ。嫌だなと思ったけど。待って、次どこ行くのよ。波乗りができないからさ、双子島行けねえしね。でもまさにこっからだよね。多分こっから波乗りさえできれば行ける感じだよね。双子島行きたい。双子島に着いたら多分ね、ルージュラをひたすら捕まえましょうっていう謎の回が始まると思う。本当にもう尺とか気にしないから私。こっちではない？多分どっか行ったらなんかイベントが起きる気がするんだけどな。キイチあたりいない？どっかに。キイチ？いなそうね。キイチいないな。何見てんの今の子。ビリーダー見てたよ。でも園長来てないの？来るって言ってたよね。ヤドン来てないみたい、ここには。そういえばあの奥の人話してないよね。壁見てる人。この間釣りに出かけてからというもの、何やらずっとふねふね。あ、釣りに行って落としちゃったんだ。なるほどね。ドジね。君はどうしたの？あのアイテムボール欲しいと思った？僕もさ。あれ生き物なの？かわいそう。ここに用はないから。あ、このラプラス年寄りだけど綺麗だろ。年寄りなんだ。昔は一緒に波に乗ってどこまでも旅したものさ。ラプラスはもうあんまり泳げないから、あとは俺もここでずっとそばにいてやるんだ。水の上を進める人、まさかの展開。こんななんか普通のおじさんから教えてもらえるの？ありがとう。本当にピカチュウで波乗りできるんだ。素晴らしい。ありがとう。え、待って、双子島行ける。行くよ、行くよ、ちょっと。今から双子島行きますよ、皆さん。多分双子島行くまでにたくさんね、トレーナーがいると思うんだけど、無視します。ボール買った方がいい？ボール、まあ、いいや。全部モンスターボールで捕まえたいし。なんだ。この人たちを無視するよ、私悪いけど。関わってらんない。はい。うわー、すごい。ああいう、なんかトレーナーは、後日戦います。うわ、怖くない？その、進み方。どういう状況？後日全員倒します。あれ？なんかさ、ほら、目のクラゲとかいるじゃん。うわぁ！毒クラゲさんだ。捕まえようか。待って、ボール買ってこればよかった。でもこれ一回さ、行けばさ、空飛ぶで飛べるようになるでしょ。ちょっと待って、ダメ、ボールなくなる。
あーまあそうだよな。動かんで。くそ。いや木の実あげればいいんだけどね。なんかこの人に使いたくないじゃない。うわ、いけたと思ったのに。待って、本当になくなる。スーパーボールでいいんじゃないじゃあ。ちょっと本当に。よし。ダメね。もう無理よ。これ逃げるわよ、この人絶対。ああ、来た、やった。ドッグクラゲさんは、いいんじゃない？うん。ほんと、メノクラゲさんも捕まえた方がいいんだけどね。それどころじゃないですよ、今は。ただ、トサキントさんいたら即捕まえますね。絶対連れて行きたい人なんで。めっちゃこっち来るやん。トレーナーがいるんじゃないかという恐怖もあるしね。トサキンさんじゃないわ。ヒトデマンさんはマジどこにいるの？ここか、双子島。ぽいね。よいしょ。よいしょ。ぽくない？双子島。ツイッターっぽいよ。この人何？トレーナー？ほんと便利な道具、傷薬っていいですよね。は？あ、来た。着いたよ。皆さん着きました。ちょっと待ってください。ポケモンを変えましょう。乗ってるとちょっとさ、わかりづらいじゃない。なので、ちょっと。間違えた。この子、いるのかな。ドキ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 。いるって聞いたんだけど。わあ、いた。愛してます。わあ。ちょっと待ってよ。どうする、どうする。ふい。これからなんで、ルージュラの色違いを目指した私は、ルージュラ捕まえまくりという作業に入るので、早っ。さすがに逃げるの早いわね。でもすぐ出てくるわね。よいしょ。とりあえず一匹捕まえたい。なんかモンスターボールにこだわらなきゃいいのかなって思うんだけど。えい、うえ。うお、ジャンプしてる。すごい。すごいじゃん。ジャンプしただけですごいって言うんだから。さすがにやっぱり難しいわね、この人捕まえるのは。ほら。ただ狙いやすい。うん。わあ、来た！やったー。経験値えぐ。うん。
やったー、ついにルージュラですよ。でこれあれだよね、多分こっからルージュラだけをひたすら捕まえ続ければなんかこのレアリティというか色違いが出る確率が高くなるんでしょ。ひたすらルージュラだけを。ということで今回じゃ一旦これで終わろうかなと思います。出して何匹捕まえたらね。うわ最悪ヤドンも好きやけどねっていう、別にいいんだよね、当たっても別にいいんだよね。あの捕まえさえしなければ多分記録、連続記録みたいなのは途切れないよね。ルージュラってさ、ここ奥行った方がいいのかな。あ、いたはい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。